チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家のお昼ご飯はイカスミパスタ。昨日ね、イカさばいたんで、それでね、残ってた、足とか墨で作ったイカスミパスタです。食べましょう。はい、ではいただきます。今回ね、玉ねぎを抜きで作ったからどうなることやらって感じやけどね。いただきます。うん、あ、いけるいける、おいしいね。ちょっとね、炭の入りが悪かったから中途半端に黒くなって、まあ好みはないけどね。味はイカスミパスタ、やっぱり市販のソースじゃなく、こうやってさばいて食べるとね、美味しいね。うん、左の上はね、今日治療で、さっきもどっかで言ったと思うけど、神経が残った状態の歯を治療したから、もうね、一本、詰め物してある横が欠け取ったみたいで、ここに詰まるみたいだったのね。それを治療してもらうんだけど、で麻酔ちゃんと痛いかわからんって言って麻酔してくれてんけど、取れてきた、痛い痛い、うん、今ロキソン飲んだから、今ね、もうちょっと早く飲んでたよ。美味しいね。もうちょっと塩入れてもよかったかな。うん、美味しいわ。うん、白ワインが飲みたくなるね。イカスミパスタでね、見た目黒いから結構食べへん人もんだけど、そんなに変なパスタじゃないね。イカの風味がすごく効いて美味しいね。あっちゃんすごい大好きで、初めて食べるときやっぱあっちゃんもちょっと躊躇したけどね。うん、イカスミって何やろな、どんな味すんのやろ、牧場みたいな味かなみたいな、いろんな想像したけど、イカの味が濃いね。海鮮パスタ、うん、ニンニクとかね、玉ねぎとかの風味が効いて、今回玉ねぎを抜いたことによってネギを足したの。うん、お前たらこそ入れたろかもしれんけど、横でヒカが見とったからね、監修しとったから、うん、見られとったら俺はこそ入れるわけにかよね。うん、うん、うん、
玉ねぎの甘みとうまみがない分ちょっと物足らんかな。うん、悪くはない、美味しいね、イカスミパスタの。うん、いいね、いいとこ。リオのバースデーで海鮮チラス作るのに、お刺身作るのに、今は魚さばいてやりたかったんやけど、ここまでできへんかったから、まあ、予算的なもんだったけどね。短冊は柵を買ったのよ。マグロとサーモンとタイとで、イカ欲しいなと思って、でイカも柵見たら小イカがあったの、500円、400何十円で、あ、もうこれいっとこうと思って、今日、ね、翌日イカスミパスタできるでしょ。今日のお昼間、ただ、うん、まあ、ただって言い方おかしいけど、パスタ使ったから100円。パスタ150円ぐらいか、これ。1人50円や。あとあったものや。トマトジュースの残りと、ネギ冷凍したやつと、ニンニク一つかけと、イカ、残ってたイカ。結局イカスミとかゲソとかスーパーでサク買ったら捨てられるもんやから、まあ、捨てはせへんやけど、誰か違う人が買うんかからんけど、スーパーで400円ぐらいでイカのサク買ってもイカ刺し買っても結局足とかついていけない。要はそこにないもの。うん、美味しいね。はい、イカスミいいわ、美味しいわ。では恒例の行きましょうか。嫌な人は見ないでね。ここから5秒後に目を閉じてください。いきます。5、4、3、2、1。ブー言うほど黒くないね。まあ、ちょっとね、あのパスタ見て分かるようにちょっとこう黒さが弱い。多分これイカスにピュッと入ってしまったよね。パスタぐらい、パスタぐらいの細さで10センチぐらい飲むやんね。ほんで料理を真っ黒けにしてしまう。すごいよね、イカスミって。でイカスミは油性やから、うわって真っ暗なの取れへんのよね。うん、おいしい。うん、あ、こぼしちゃった。はい、ということで今日のあっちゃんちのお昼ご飯はイカスミのパスタ。よかったよと思ってたら高評価、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。久々にね、イカからさばいたイカスミパスタ美味しかった。またイカ安かったらね、買ってきてやります。